界に直面したわけじゃない、陰謀だと思うんだ。足を聞かない説は僕政治系であんま炎上したことないですけど、別に悪く言うつもりは全くないですけど、うん、山本太郎さんの悪口言った時だけ1ヶ月ぐらいずっと粘着されますよ、うん、令和の人。あの力は半端じゃなくて、もう絶対言及しないっても決めた山本太郎令和の悪口言うと永遠に認定されて絡まれる。いや、だから令和がどうとかじゃないですけど、やっぱその左の人たちって本当にすごいですよね。いや、本当そうだよね。怖い、恐ろしい。本当に。人は別に左が悪いか分かんないですけど、人はなんで左に行くんですかね。ねえ、あれはちょっと俺もちょっと分かんないところがあるね。水道橋博士とかでしょ。そう。まあだけどさ、山本太郎が言ってることとか、うん、マジで全く論理が通ってないもんね。もう一層山本太郎さんに政権握らせてむちゃくちゃにして、ほらこうでしょってやってほしいぐらいですよね。でもさ、それはさ、ソ連が実験したわけじゃない。共産主義がいかにダメなのかっていうことはもう証明されたわけじゃない、うん、歴史が何回も証明してんのに。でも分かんだよな、気持ちは。僕も多分就職失敗して、こんなこと言ったら怒られるかもしれないけど、うん、左ってかその方が就職失敗して、今友達もあんまいなくて金も稼げなかったら、ホリエモンとか僕のことめちゃめちゃムカつきます。ああそう、分かりますよ。僕はもう許せないって、やっぱ山本太郎だろうって思いますよ。自分が失敗してるのはあいつらのせいで、そう、自分の努力が低いことを認めたくないんでしょ。一部の権力者とか成功者に見える人たちが、あの旨味を、これはね、分かる。でね、俺はね、うん、ちょっと言いたいことがあって、はい、山本太郎は多分それを利用してる、うん、分かります。僕ね、本当にあの人賢いですよね、うん、あの無邪気にやってないですよね。分かってやってますよね。分かってやって、僕もそう思ってます。非常にそこの空気感をうまいことキャッチしてやってんなって思って。僕はあなたたちの味方ですよって言ってるわけです、うん、僕は弱者の味方ですよって。だから山本太郎もめくられるんじゃない、どっかで。ガーシーにめくってもらおうよ。でもぶっちゃけね、これ僕の見解ですけど、太郎さんの周りの方々はめくられても失望しない人たちです。マジか、そこまで洗脳されてんのか。洗脳というか、それでもいいって思うし、それすらも陰謀だって思える方々でしょ。あー、なるほど、陰謀だって思うのか。いや、そうだと思いますよ。陰謀だって思うんだ。だってもうなんか危なくなってきた気がする。そういう集団って敵が出ると団結しますからね。なるほどね。だから強いですよ。別に山本さんが何してようと、皆さんってなんか言ったらもう負けないでしょ、そんなのに。どうでもいいんだ。真実が見たいわけじゃないんだ。真実が見たいわけじゃないのか。なるほど。でもそういうことだよね。いや、僕は、うん、多分別に山本さんに限らず、世の中のそういうのは、そういう意識で、だって別に宗教団体の幹部に何言われようと信者は団結するじゃないですか。確かに。むしろ盛り上がるんですよね。朝原昌光とかね。そうです、そうです。マスコミが洗脳しようとしてるって、令和さんがそうだとは言いませんけど、多分そういう風になりますよね。なるね。だからガーシー法が効かないんじゃないですか、彼らには。確かに。どうでもいいっていう。ガーシー法効かない説は俺もそう思うわ。全然スルーですよ。むしろ固まるって。あんな人そもそも詐欺してドバイに逃げてるのおかしいじゃないですかね。終わりですよ。確かに。俺もだからそういう人たちから、あなたは証券取引法違反で実刑判決を受けた犯罪者だとか言われる。そうですよ。そもそも犯罪者が言ってることなんて信じるのがおかしいっていう、終わりですよ。実際なんかこういうのもあれですけど、物事を一個一個ぜぜひひで考えられる人は、別にゴーンが言ってようがホリエモンが言ってようが、これは正しい、これは違うかなって考えられますけど、やっぱそうじゃない人は犯罪者が言ってることイコール間違いってなりますからね。そうだね、その通りだ、うん。